こんにちは。これはですね、今どこにいるかっていうと、ですね、フェリーです。フェリー、ちょっと出るとですね、まあ、こんな感じで海が見えます。ちょっと行ってみましょうか。ちょっと風が強いのであれなんですけど、ちょうど夕日がね、今見えます。すげえ。おお、やばい、風がやばい。台風がやばい。ちょっとね、夕日ちょっと撮りましょうか。風がやばい。あー、夕日が落ちる。あー、風がすごいけど風がやばい。ちょっとひな、すげー綺麗。ほら、めちゃくちゃ綺麗ですよ。あれすげー、すごいな。あれすごいですね。はい、ということで、かなり夕日見えますよ。海からの夕日どうでしたか？すごいな。ちょっと写真撮っていいですか？おお、これね、 iPhone ね、一応録画しながら写真撮れるんですよね。どんな動画やねんと。はい、ではですね、まあ、ちょっと外もうやばい。風がやばい。周りね、すげえ強い海の上でね。まあ、これはですね、企画ものとしてちょっとね、いいものがありましたので、なんとここはですね、ゲームが置いてあるという。しかもスロットゲームこちらチャレンジしていきたいと思います。スロットゲーム、もちろん打つのはですね、八大将軍吉宗。こちらちょっと打ってきて、まあ100円玉どれぐらいあるかわかんないですけど、ちょっと打ってみたいと思います。いやー、ゲームなんてしないですからね。これはあのゲームですから。ゲームいくらなんだろう。いくらありますかね。100円玉、100円玉が1枚2枚しかね。あ、でも両替機があったので、とりあえず200円、2コインで当たりが引けるか、行ってみたいと思います。まずここに100円を入れます。どうなるのかな。40ゲーム打てるみたいですね。40ゲーム。あ、5行きました。あ、これはなんだ、まさか。これちょっと新しいやつだな。多分古いやつだと思ったら、4号機だと思ったら違った。これわかんねえな。よくわかんない。お、なんかこれは待つかな。これはどこ打てばいいんだ。あ、これはあれでしたね。お、なんか動いたよ。これ何？あ、リプレイ。まさかのリプレイ。出てくるかな。お、なんか出てきた。タイが出てきたぞ。お、どこ打てばいいんだ。あ、ここ姫打てばいいのかな。姫。お、また来た。リプレイしかない。お、またなんか出てきたよ。何もない。あれ、これまさかチェリーだった。今まさかのチェリー。
あ、これ、腕、あ、なんか来た。あれ？なんかこれ、ちょっとなんか来てんじゃない？これ。なんか動き出したよ。なんかこれ動いてる。ほら、なんか前兆だよ、これ。まさかの。お、お、ちょっと今のいいんじゃない？お、来た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 、なんか変わった変わった、変わりましたよ。お、なんかこれね、多分ちょっと来るんじゃないの。来い。お、来た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 。お、なんか来たいるよ。ほら、来た来た来た。お、来た。お、なんか動き始めたぞ。おーおー、なんかこれいいんじゃないですか。どうだ、分からんけど。あれ、止まった。まさかのバグ。なんだこれ、なんか出てきてましたね。これもったいぶるね。5階来た、5階来た、5階。天だ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 。行くぞ。お、リプレイ、リプレイからの、しまった。何が出てくるのか、来ます。おお、高確率、大当たり、超高確率。ここが×。さて、吉宗ちゃん。おお、高確率、高確率来ました。いいんじゃないですか、これ。どうだ、来い。あれ、まさか。聞いてください、ゲームってうまいね。高確率でなくなるっていうね。100円入れろってことですよね、これ。うまくできてるね、うまくできてるよ。今100円入れました。高確率、200円で当てろ。引け。さあ、来るかな。キュイーン、ボン。あ、しょぼいのしか来ない、しょぼいのしか来ない。でかいの来い。お、またキーンってなりましたよ、キーンって。あ、これダメだ、これちょっと期待できないですね。でかいの来ない。200円じゃ無理か。お、たる。来い、当たれ。あ、なんか出てきた、なんか出てきた、なんか出てきた。おー、どうなんだ、これどうなんだ。お、なんか出てきたぞ。これ何が出る、何が出るかな。お、お、お、なんか風呂敷持ってる、風呂敷持ってましたね、今。あ、なんか揃った。あ、なんか出てきましたね。あー、こいつだとね、勝てるんです、多分。どうだ、消しクロン。どうだ、悪魔の抽選、抽選。こいつ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 、うわー、サスケ、サスケが分かんないけど、勝てるのか。引き分け、継続継続継続、引け。どやー、いけん。
げちゃった、吉宗ちゃん。お前ならいける、復活だ。復活しなかった。ああ。まあ所詮人生ってこんなもんですよね。儚い。これね、当たりを引いてね、見せたかった。そしてなんかカプセルが出てくるらしいんですよ、カプセル。何のカプセルが出てくるのか、これちょっとやりたかったんですけど。いやー、もう2発券で出なかったか。お、なんか出てきた。なんか、いやー難しい。終了です、終了終了。ということで、まずフェリーにあるゲーセン、パチスロゲーセン、200円で大当たり引けるのか企画、見事高確率は引けたけどダメでした。すいません、持ってませんでした。